いやー、梅雨の着こなしって難しいよな。一日中雨降ってると結構寒いから上着みたいなものが必要だし、かといって雨上がると結構ムシムシして暑いから体温調整が難しいんだよな。梅雨に着れる服で機能的でなおかつ体温調整しやすくて、それでいておしゃれな服って何かいいものないのかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人が梅雨に買うべき服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭の小芝居にもあった通りですね、梅雨って服選びがめちゃくちゃ難しいと個人的には感じてるんですね。最近は初夏が結構暑いので、そのままのテンションで夏に行ければいいんですが、梅雨時期にですね、ちょっとこう気温が落ち着いて、なんだったら一日中雨だとちょっと肌寒い日もあったりするので、そういった梅雨に適したアイテムもいくつかあった方が明らかにファッションは楽しみやすいかなと思うんですね。だけどもこの季節にどんなものを買っていいのかわからないという方非常に多いかなと思いますので、今回の動画では梅雨に適していてなおかつ大人にバチッとハマるようなアイテムをですね、5点厳選してみましたので、ぜひ皆さん参考にしていただきたいなと思っています。もちろんですね、今回ご紹介するアイテムは梅雨だけではなくて、ちょっと肌寒いですね、秋に使うこともできますし、雨降りの日だけではなくて普通の日にも使えるようなものが多いので、ぜひ皆さんもですね、今後の物選びの参考にしていただきたいなと思っています。個人的にはやっぱりこう雨の日に使えるようなものって便利ではあるんですが、あまりにそこに特化しすぎてしまうと普段使いがしづらいので、着用する回数が減ってしまうのがあんまり好きじゃないんですよね。なので晴れの日にもちゃんと活躍してくれるんですが、機能的にはちょっとした撥水加工がついてたりだとか、体温調整しやすくて雨の日でも使えますよみたいなものがかなり持っておくと便利かなと思うので、まあ、このあたりを中心にですね、皆さんにしっかりめにリアルな情報をお伝えしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に梅雨にですね活躍してくれる大人向けのですねお洋服を皆さんに5点ご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、アウターから行きたいなと思います。もう皆さんもご存知だと思うんですが、まあ、やっぱり僕のチャンネルといったらこれですね、ノースペースのコンパクトジャケット。これはですね、絶対的に欠かせないアイテムかなと思っています。まあ僕自身もですね、買ってからしばらく経つんですが、これは本当に使い勝手のいいですね、マウンテンパーカーだなということをですね、改めて実感をしています。まあ梅雨時期といっても、先ほどもお伝えした通り一日中雨が降ってる日だと結構肌寒いんですよね。まあ T シャツ1枚のようなトップス1枚だと肌寒いので、その上にですね何か羽織れるものがあった方がいいかなと思うんですが、まあそんな時にこのようなコンパクトジャケットですね、まあ、こちらに画像を出しておきたいなと思うんですが、こういったものが1枚あると非常に便利かなと思います。このようなマウンテンパーカーとかナイロンジャケットというジャンルの中では割とライトめな着心地のものなんですね。生地もナイロン 100% なんですが、割とこうコットンのような見栄えと風合いなので、普段着に落とし込みやすいのがこのコンパクトジャケットの最大の魅力かなと思います。あまりこうスポーティーに振りすぎてないんですよね。だからこそ普段着との相性もいいというところが、こちらのアイテムのですね魅力かなと個人的には感じています。で、完全防水ではないんですけども、撥水加工をされていますので、まあ、雨だとかも弾いてくれますので、傘を差してなおかつちょっとこう濡れるかなって時なんかにも十分使い勝手がいいかなと思います。また防風性も兼ね備えていますので、そのあたりもですね、体感温度をしっかりと高めてくれる点なので、非常に便利なところかなと思っています。で、サイズ感がですね絶妙で、コンパクトジャケットは少しゆとりがあって現代的なファッションに合いやすいんですよね。ノースペースのアイテムって結構これまでは割とこうジャストサイズのものが多くてですね、個人的にはもうちょっと今っぽいサイズ感のものがあるといいなと思ってたんですが、まあそのあたりも落とし込まれているので、コンパクトジャケットは1枚あるとまず間違いのないアイテムかなと思います。まあ梅雨時期にも使えますし、それ以外の春秋だとか雨降った日なんかには1着持っておくと便利なんですね。まあコンパクトジャケットという名前の通り小さく収納することもできるので、朝は雨が降っていたんだけども日中は晴れたという時なんかは小さくですね折りたたんで収納することもできたりするので、そのあたりも含めて一着持っておくとまず間違いのないお洋服の一つかなと思っています。まあカラー展開が豊富でそこは悩みどころなんですが、ベーシックなブラック系か、もしくはニュートープと呼ばれるようなオリーブ系の色、もしくはですねちょっとベージュっぽい色合いのものですね、このあたりも結構良かったりするので、お好みで選んでいただければなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目のアイテムなんですが、シャツですね。やっぱり梅雨と言ったら、先ほどのようなですね、マウンテンパーカーとかナイロンジャケットみたいなものもですね、アウター的に持っとくのはいいかなと思うんですが、そこまで寒くはないという時には、長袖のシャツが一番使いやすいなと思ってるんですね。ただ長袖シャツにも様々なバリエーションがあるので、その中で今回、梅雨にぴったりだなと思うものを一つご紹介したいなと思います。グリーンレベルのブリーズィーラミーオープンカラーシャツ通気性というアイテムですね。価格が14,450円ということで、シャツの中ではそんなに安い方ではないんですが、アウター感覚でさらいと着ることもできるので、これは1枚持っとくと便利かなと思います。実はこちらのアイテムに関しては、先日グリーンレベルさんのプレスルームにお邪魔した際に実際に僕も着ているので、まあ、皆さんもですね、なんとなく見たことがあるかなと思うんですね。長袖のオープンカラーシャツということで、まあ、このあたりはですね、割とベーシックなデザインにはなっているんですが、面白いのが素材使いなんですね。ブリージーシリーズというのは通気性が良くてですね、快適に過ごせるというところをコンセプトに作られた、そういったシリーズになっていまして、まあ、生地をですね、よく見てみると透け感があるんですね。なのでちゃんと風が通り抜けるので、このあたりですね、梅雨のムシムシした気候にも非常に適したような素材感かなと思います。で、半袖シャツもですね、いいんですが、まあ、長袖シャツの方がちょっと肌寒い時には、腕の部分までボタンを押して着ればですね、そこまで肌寒くはないですし、ちょっと気温が上がってきたら、今の僕のようにですね、腕をたくし上げれば結構快適に着ることができるので、長袖シャツって意外とですね、体温調整がしやすいかなと思うんですね。で、素材にはセルロースとラミを使っているわけなんですけども、割と表面に凹凸感があって、ピシッとした綺麗めなシャツというよりは、少し風合いと言いますか、適度な自然なシワ感が入っているので、このあたりもちょっとある程度雑に扱っても良かったりするので、個人的には梅雨のジメジメした季節なんかにも割と使いやすい素材感かなと思っています。まあ、カラー展開3色でどれもいいんですが、個人的にはダークグリーンですね。この色がすごく綺麗だなと思いました。まあ、グリーン系ではあるんですが、少しグレーイッシュな感じがして、割と普段の着こなしの中にもハマりやすい色ですし、ちょっと華やかさもあったりするので、大人世代には使いやすいかなと思います。例えばこちらの写真のように、白 T の上にサライと着て、ブラック系のパンツで合わせるというのも非常にバランスがいいかなと思いますし、またはショートパンツなんかで合わせても意外と相性が良かったりするので、これは1枚持っておくと便利かなと思います。もちろんですね、梅雨だけではなくて、初夏から梅雨使えて、夏もですね、割とこう半袖シャツよりは長袖シャツで腕まくりの方が大人っぽくて好きっていう方もいらっしゃるかなと思うんですね。ですので、そういった場合なんかにも使うことができるので、意外と使えるシーズンが長いんですね。そのまま秋まで使うことができるので、このようにちょっと適度な表情感があって、なおかつ腕まくりで体温調整がしやすいようなシャツは1枚持っておいて待つ間違いがないのかなと思っています。襟元がレギュラーカラーになってますので、第一ボタンを開けて少し小切れながらも開放感を持たせて着るのもいいと思いますし、もう T シャツの上にさらりと重ね着をして前ボタン閉めないで着るのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムはカーディガンですね。これまた梅雨に1枚持っておくとすごく便利なので、皆さんにご紹介ができればなと思っています。今回ピックアップしたのがグローバルワークのサラサマドライカーディガンですね。価格が4510円ということで、カーディガンの中では非常に買いやすいので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、カーディガンというのは結構便利で、例えばどんな着こなしが想定できるのかというと、すごく簡単で、 T シャツの上にカーディガンを着るというスタイルが一番ハマりがいいかなと思うんですね。まあ、梅雨時期だと朝晩ですね、雨降るとかなり肌寒い感じがするかなと思うので、半袖の T シャツ1枚じゃちょっとですね、心もとないかなと思うんですね。そんな時に T シャツの上にカーディガンを着て出かければ結構ですね、暖かさはキープできるかなと思います。で、日中ちょっと暑くなったらカーディガン脱げばいいですし、また帰宅する際に寒かったらカーディガンを着ればいいので、そういった点でも1枚あると本当に梅雨時期には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、こちらのカーディガンに関しましては、ポリエステルとコットンですね、このあたりを混合させてあって、表面にちょっと凹凸感があるんですね。なのでちょっと汗をかいても肌離れも割といいですし、洗濯後も乾きやすいというところでは非常に使い勝手のいい素材感なんですね。サイズ感も少しゆとりを持たせてあって、今っぽいというところも含めて1枚持っておくとすごく便利なアイテムになっているかなと思います。で、通常のカーディガンだとボタンがついてるんですが、こちらはボタンレスバージョンになっていまして、本当に羽織物感覚で気軽にラフに着れるようなアイテムになって
ってるかなと思います。ただカラー展開が豊富でなかなかですねそこが難しいところなんですが、個人的には2色ご紹介したいなと思ってまして、まずはライトグレーのですねグレー15番というものですね。これはすごく使いやすいモデルで、白 T の上にライトグレーのこのカーディガンを着て、ボトムスはもうブラックだとかネイビーダークグレーを履いてしまえば、それだけで完璧に着こなしが決まってしまうのですごく便利かなと思います。上半身のアイテムに明るさを持たせると爽やかな印象にもなるので、すごくこれは使いやすいかなと思います。でもう一枚がですねチャコール18ですね。これまたですね非常にかっこいいアイテムで、白 T の上にこちらのチャコールグレーのカーディガンを着てブラックのパンツを履いていただければ、まさにこちらのコーディネートのように簡単にですね大人っぽいスタイリングが決まるので、これまたすごく優秀なアイテムかなと思っています。カーディガンを脱いで白 T のスタイルも清潔感があって抜群の着こなしになりますので、このカーディガンを持っておけばカーディガンありカーディガンなしのスタイル両方気軽に使うことができるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね改めてチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムはボトムスに行ってみたいなと思います。まあボトムスもですね様々な選択肢があるんですが、梅雨時期にも使えて梅雨以外の季節にも使えるというところを考えると、これが結構いいんじゃないのかなということで、今回はですねビューティー&ユースの小松パックワンプリーツイージーテーパードパンツセットアップ対応撥水機能ということで、まあタイトルが長いんですが、こちらをご紹介したいなと思います。価格が 12,980円ということで決して安くはないんですが、これ1本持っておくとかなり長く使えるような名品になってるかなと思います。まあ、小松マテーレの素材というのは非常にですね評判が良くて、ビューティー&ユースでは結構ですね様々なアイテムに使われてるんですね。まあ、特に冬場のですねダウンなんかは有名で、小松マテーレのファブリックを使ったダウンは非常に完成度が高いので、僕もですね普段のスタイリングの中でも何度もご紹介をしてきました。でこの小松マテーレの生地を使ったセットアップですね、このあたりも人気ですし、シャツなんかにもこの生地を使われてたりするんですが、まあ、ボトムでもですね今回こちらを使っていまして、まあ、ポリエステル素材なんですけども、繊細で綺麗な表面感を持つ素材で、化繊特有のチープさというのが全くなくて上品に見えるような仕上がりになってるんですね。シンプルなボトムスほどやっぱり素材使いってすごく重要になってくるかなと思うので、小松マテーレのファブリックが使われているというところでは非常にですねポイントが高いかなと思います。でこちらはセットアップ対応ということで、シャツやジャケットにも同素材のものがあったりするんですが、ボトムスのシルエットで言うと腰回りとかももには適度にゆとりを持たせながらも膝から下テーパードを効かせているような、まあ、使いやすい大人向けのシルエットになってるんですね。このあたりは癖がなくて非常に使いやすいんですね。でこの素材自体に撥水機能もついてるので、まさしくここですね、梅雨時期にもしっかりとビチャビチャしないで気軽に履きやすいというところも非常にありがたいポイントかなと思っています。で腰回りは総ゴムになっていて360度ゴムが入ってるんですね。そのあたりはすごく着用がしやすいですし、あとはドローコードもついてるのでウエストをしっかりと締めていただいて、サイズ調整もしやすいというところではすごくですねバランスもいいんですね。でタックも入っているので今っぽい見た目になっていつつ、だけども膝から下テーパードがかかっていて切れ見えすというところでは非常にバランスのいい仕上がりかなと思います。世代だとか年代も関わらずに使うことができて、なおかつ梅雨にも嬉しいような撥水機能がついているという意味では、まあ、今回のテーマにまさしくふさわしいようなボトムスかなと思います。色は3色展開になってるんですが、個人的にはダークグレーですね、こちらをおすすめしたいなと思っています。まあ、グレー系のボトムスって意外と使いやすくて、上がブラックだとかネイビーのような濃い色であってもハマりがいいですし、明るい色ですね、ホワイトだとかベージュだとかブルーだとかそういったものにも相性がいいので、様々な上半身のアイテムとか色合いとバチッとハマりやすいのがダークグレーとかグレー系の良さなんですね。まあブラックのパンツもすごく使いやすいんですが、上半身がブラックだとちょっと全身ブラックになってしまうので、夏のシーズンには重たいかなと思うので、そんな時にグレー系は1本あるとすごく便利かなと思うので、これはかなり優秀なボトムスかなと思っています。価格も 13,000 円というところで安くはないんだけども、頑張って買えば長く使えるような名品のアイテムになってるかなと思いますし、あとはですねジャケットとかも買い揃えていただければセットアップでお仕事まで使うことができるので、オンオフ兼用で使えるようなかなり使い勝手のいいボトムスとして、ぜひ皆さんもですねチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね足元スニーカーをご紹介したいなと思います。梅雨時期のスニーカーといったらやっぱりですね染み込みやすいだとか、ちょっとこう雨が心配だとかという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあそんな時に頼りになるのがですね、ある程度防水機能がついているようなシューズかなと思います。今回ご紹介したい靴は2つありまして、まずはですねニューバランスの 2002R ゴアテックスモデルですね。まあこちらを見ていただきたいなと思います。僕もですねこちらのモデル持っていまして、
て今日持ってくればよかったんですが、あいにく自宅に置き忘れてしまったので、まあ、ちょっと手元のですね、似たようなシューズをですね、皆さんに使いながらご紹介したいなと思います。まあ、2042はですね、ここ最近かなりですね、人気のモデルとなっていまして、様々なセレクトショップでも展開をしています。レトロでクラシカルな見た目なんですが、996だとか、そのあたりのモデルに比べると少しクロート感が強くてですね、おしゃれが好きな方にも人気の高いスニーカーになっているので、このあたりを持っておくのはすごくいいかなと思うんですね。まあ、2002の中でも様々なカラーリングがあるんですが、まさにですね、王道と呼べるような、まあ、僕も持ってるこちらと同じようなですね、グレー系のグラデーションのスニーカーになってまして、これはすごく使い勝手のいいですね、色合いかなと思っています。で、ゴアテックスモデルということで、雨だとか雪の日であっても、ある程度はですね、通常のニューバランスよりは染み込みにくいですし、安心感があるんですね。僕もですね、ゴアテックスモデル持ってるんですが、完全に雨の日だとか雪の日用になっていまして、これ一足あるとすごい安心感があるんですよね。もちろんですね、傘もささずにガンガンに濡れたら靴の構造上ですね、濡れてくるのは間違いないかなと思うんですが、まあ、傘をさして通常の仕様であればまずですね、染み込むようなこともないですし、快適に過ごせるかなと思いますので、その点は安心できるかなと思っています。ただやっぱりこう雨の日用のシューズとしてデザイン性に妥協するっていうのは僕はですね、あんまり好きじゃないんですね。雨の日も履けるんだけども、普段履いてもかっこいいというものが、やっぱり持っておくと便利なものかなと思うので、そのあたりは 2042R のですね、ベースのデザインというところは一切損なわないので、非常にバランスのいいものかなと思います。まあ通常版よりもちょっと値段が上がってしまうところがネックではあるんですが、一足あれば結構長く使えるので、これはチェックしておくといいんじゃないのかなと思います。そしてもう一足が先日もご紹介しましたが、オンのクラウド5ウォータープルーフオールブラックですね。これがかっこいいし、なおかつこちらは完全防水になってるんですね。それでいて統一性にも優れているので、まさに梅雨にぴったりの一足かなと思います。まあ、ニューバランスの方はグレー系の配色なので、割と好き嫌いが分かれるかなと思うんですね。足元もっとシャープにストイックに仕上げたいという場合は、オンのこのオールブラックが非常にかっこいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、オンの中でもですね、代表的なモデルでデザイン的には完成度非常に高いんですよね。まあ、オールブラックなんですけども、ソールの形状なんかが少し変わっていて、横から見た感じもアクセントにもなりますし、なおかつオンのロゴだとかかかと付近のラインだとか、このあたりにはまあシルバー系の色が使われているので、シャープでかっこいいアクセントになっているかなと思うんですね。これも雨の日でも履けるようなシューズなんですが、晴れの日に履いても全く問題ないようなデザイン性をちゃんと担保しているんですね。まあこういったものを選ぶことが大事だと思います。雨の日には使うんだけども、それ以外っていうのだとちょっとですね、投資をするのにも僕は気が引けるところがあるかなと思うので、これは晴れ雨兼用で使えるアイテムかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。オンの方だったら、まあ、正直ですね、ビジネスカジュアルのスタイルなんかで使っていただくこともできるかなと思うんですね。セットアップに T シャツみたいなスタイルであれば、こちらのクラウド5でもバッチリと合わせやすいと思いますし、まあ、カジュアルに振り切るのであればニューバランスがすごく使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、2つを検討していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人が梅雨に持っておくべき服5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関しても梅雨だとか雨の日に使うこともできるんですが、晴れの日であっても優秀で使いやすいものが多かったかなと思います。雨の日専用のものを買ってしまうと意外とですね、活躍する場面が多くないんですね。そしてそういったものをなるべく安く揃えてしまうと気分が上がらなかったりするので、普段も使えてなおかつ雨にも強いというものを持っておくとすごくですね、使いやすいですし、なおかつ気分も上がるものがちゃんと投資しながら揃えやすいかなと思うので、よかったら今後の物選びのですね、参考にしていただきたいなと思っています。最後にですね、番外編一つ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、最近ですね、折りたたみ傘を新調しました。僕はですね、あまりこうビニール傘だとか長い通常の形の傘って持たないんですね。というのも移動の際にどうしても邪魔になってしまったりだとか、雨が止んだ時にそれを持ち歩かなくちゃいけないのが手間になるので、まあ、なるべくですね、折りたたみ傘の方を愛用するようにしてるんですね。だからこそ折りたたみ傘にはある程度こだわりたいなということで、今回ですね、選んでみたのが WPC のイーザというモデルですね。これ PR でも何でもなくて個人的に見つけて買ったものなんですが、これめちゃくちゃ良くて、まずはですね、このケースがいいなと思ってまして、結構折りたたみ傘のケースってペラペラなので僕なくしちゃうんですね。これしっかりとしてるんですよ。ケース自体のデザインもかっこいいので、なく
さないようにという意識も上がるので、まあなかなかいいなと思います。で、開けてみるとこんな感じですね。しっかりとしていて、サイドにこうジップがついてるので、収納もしやすいんですよね。これがね、意外とこのケースがペラペラで、この部分だけちょっとスリットが入ってるものだと、なかなか入れづらいんですよね。だけどもこういったジップがついていて、しっかりと下げられると、収納がすごくしやすいんですね。なので不器用な僕でも使いやすいというところですね。しかもしっかりと生地してるので、このあたりも嬉しいですね。で、結構軽くてコンパクトなんですよ。これもね、嬉しいポイントだなと思います。開けてみるとですね、こんな感じですね。結構ね、大きいんですよ。何の動画だかわかんなくなりますが、まあこういった感じで広いし、デザインはミニマルで一切無駄がないですね。色はですね、このなんて言ったらいいのかな、グレーかな、ちょっと都会的でシャープなグレーが、なかなかですね、ストイックでかっこいいなと思って、これめちゃくちゃ気に入ってるんですね。これだったらサイズ的にも、もうバッグの中に入れっぱなしでもいいかなと思っていまして、最近はこれをめちゃくちゃ愛用しています。なので、梅雨時期にですね、改めて折りたたみ傘を新調するのもいいかなと思うので、こちらもよかったらぜひですね、チェックしていただきたいなと思っています。まあ、このような形でですね、これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのファッションブランドのアイテムに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、先日もこちらのチャンネルでもやりましたが、ライブ配信みたいなものをですね、メンバーシップチャンネルでは毎週やってるんですね。ですので皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちら動画ではなくて文章と写真を使いながらおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説、また僕が買ったものなんかをですね、逐一皆さんにご紹介をしています。僕もほぼ毎日ですね、記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。